浅見駅は、群馬県緑市笠掛町浅見にある、東武鉄道桐流線の駅である。駅番号は TI54。桐流線開業時には、浅見駅は設置されていなかった。1935年頃、浅見沼の遊園地下をもくろんでいた、今井太郎が、東武鉄道社長の根塚一郎に掛け合い駅設置が認められ、1937年に開業した。 1954年12月には、ホーム拡張工事中に、縄文時代の住居跡が発見され、発掘調査が実施され、建築席に指定された。昭和40年代になると赤字を理由とした駅の廃止が計画され、当時の所在自治体である、笠掛村議会が、1971年1月、及び1973年7月の2度にわたり駅、 廃止反対の決議を行い陳情をした。隣接する群馬県道68号桐生伊勢崎線、浅見バイパスの拡幅のため、2020年3月に駅舎、ホームが従来より北側へ移設された。旧駅舎、旧駅前ホーム、改札駅前広場短式ホーム一面一線を有する地上駅。桐生線で唯一、交換設備を持たない。 防線駅となっている。駅舎、ホームは線路の西側にある。2020年の駅移転前は、ホーム中ほどに、浅見縄文式文化住居跡という、2軒の縄文時代の住居跡が存在し、木造の大屋越しに移行を眺めることができた。駅移転後も、遺跡、大屋はそのまま残され、県道側から訪問可能である。 2020年度の1日平均上行人員は420人である。近年の1日平均上行人員の推移は下表の通りである。ありがとうございます。